俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、イベントの方にあります、これね、正義執行怪人協会探索っていうですね、こちらのイベントで、まあ、真ん中見えていると思いますが、なんか店が出てるじゃないですか。これ行ってみようかなっていう。まあ、前回ですね、まあ、ちょっとめんどくさかったんで、今回もどうよっかなと、日またぐとめんどいんですよね。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、とりあえずですね、まあ、ポイントの方結構ありますんで、ルームの方をですね、今回も使って、まあ、ダメージミッションの方をですね、まあ、クリアしていこうかなと。400ダメージ与えて、ルームのですね、試合が終わった後、戦績シェアすればいけるっていう感じなんで、まあ、早速やっていこうかなというふうに思います。OK です。こなしてまいりました。じゃあミッションの方を早速ですね、ポイント受け取って、まあ、ちょっとね、ショップの方に早速入ってみようかなというふうに思います。ショップ新着っていうのがこれあるんですね。どんな感じ？あ、入ったら栄光勲章のかけらがもらえるみたいな感じなんだ。それ以外は？ああ、じゃあこれあれか。15ポイント貯めるためにそうやってかけらがゲットできるみたいな。何回も入れば入るほどかけらがもらえるって感じなんですね。ああ、じゃあここまでクリアしてしまったら、まあ、その毎日ポイント稼ぐだけでかけら増やせるから、結構その終わり切った後もお得ですよみたいな感じなんですね。あ、まあ悪くはないんですね。まあめっちゃいいってわけじゃないですけど、まあないよりはマシかなっていうふうに思いますね。まあ毎日かけら2つゲットできるっていうことは、まあ今日からですね、達成させても、ちょうどまあ10日間分ですから、かけら20個ゲットできると。栄光勲章2つ増やせるんだったら、まあ、やってみてもいいのかなっていう風に、まあ思いますね。はい。